ない。じゃあ周りでこっち。おはようございます。ですね、うちにとっては本来ならば結構なニュースとして扱えるんですが、今日ポンちゃんが出れました。まあじわじわと撫でてほしいな、撫でてくれるとありがたいなみたいに、今稲川淳二みたいだった、うん、みたいに、なってきていたんですが、特に声にも出さないし、ゴロゴロもなんかことさらにはしないんだけど、撫でられる距離に常にいるみたいな感じ。あとはちょっと、にゃーって言ってこう促すみたいなね、撫で撫でをねっていう風な感じになってきました。すごく地味な変化なんですけれども、一時預かりの子たちが、派手な分ものすごくなんかちょっと、その性格を表すみたいでですね、こんな感じです。こんな感じですよ。これがポンちゃんのデレです。これから里親さんのとこに行く、3匹の子たちとは違ってですね、ジャン君とポンちゃんは一生うちにいるんですけれども、それが、ポンちゃんとしてはもうそれこそ何年って数えるのもしなくなってしまったけど、3年経ったかな、まだか。ポンちゃん3歳になったから。そっか、1歳とちょっとぐらいでうちに来て、ね、まだ2年も経たないってこと。そうそう。あら、じゃあこのぐらいのこう慣れ方でも普通かな、うん、ポンちゃんはね、ポンちゃんはお口がちょっとだけ持ち上がりました。嬉しいな。小さなニュースでした。そしてジャン君もご飯を食べてるかな。あんまり食べてないかな。でも時々カリカリのとこいるよね。そうだね。食べてるといいね。なんか遠くで暴れてる人がいるね。さあ、それではまた恒例のお子様放出タイム始まります。
少しだからね、あのちゃん、ちょっと待ってね。こんな風な反応ができるようになったんですよ。ちょっとお手本見ててくださいね。そりゃそりゃ。これはお手本じゃないです。遊びたくて仕上がりますね。はい、ヤングちゃん。はい、ヤングちゃん、いい子だね。ちょっとごめんね。はい、どうぞ。はい、いい子だね。いい子だね。不意をついて触ろうとするお父さんの手をうまくかわすね。そうなの？なのね。はい、いい子だね。よしよし。あとで寝込みをそったるねん。あんじちゃん、抱っこもしようね。抱っこの練習しようね。いい子よね。よしよしです。下です。ヨン君がタちゃんになでなでされてるよ。いい子ね。食べていいよ、ね、じゃあお水ちょっと取り替えていい？よいしょよいしょ。ヨン君、はい、ヨン君、ラジャはい、これだよ。さあ、じゃあ。はい、どうぞ。それ1階にする？2階に2つ並ぶ？ちょっと並べてみようか。ペコちゃん、ご飯楽しみじゃないんですか、君は。高いね、大丈夫だよね。ちゃん、一緒に見てくれてもなぁ、ちゃこちゃんなぁ。あれ、ポンちゃんがどっかで泣いてるのね。ちゃこちゃん、遊びの方がいいですか？遊べるんだったらそのうち帰ってきて食べるでしょ。はい、ポンちゃん、ジャン君行っといで。こいつ。シオ君の真似して。ポンちゃん。ポンちゃんはなんか扉の外をずっと見てる。ポンちゃんは向こうに行ってみたいのね。ポンちゃん。でも寒いよ。はい。はい。ポンちゃんおいでこっちに。あったかいとこいで。なんであっち行きたいのかな。はい。はい、どうしたの。赤ちゃん寝てる。
ちゃんくんが言ってくれそうだよ。でもちゃこちゃんが願ってる。春になったら行っていいよ。そうなの。ごめんね、ぽんちゃん。狭くてごめんね。ここの部屋も行きたいよね。寒いからさ、ぽんちゃん。行きましょう。うん。ぽんちゃん、ほら、キャンプがいるよ。今、ジャン君が助けに行ってくれるから。ちょっとずつ近づいてるからね。はい、うん、近づこうとするとちゃこちゃんで阻止されてるけどね。あ、いや諦めた。はい、ぽんちゃん、ちゃんくんもおいで。ちゃんくん、よいしょ。カラリンして待ってたね。ペンギちゃんカラリンして待ってたな。リカさんね。なんかお水を持ってくると、うん、なんか甘え。今お父ちゃんと目が合った時にうってなった。その反応の差はなんだよ。あじゃあやっぱり葵ママさんにお願いするしかないね。